してこんなに遅かったの？詳しい話聞いてもいい？君はいつもトラブルに巻き込まれるんだから。いやー、これは巻き込まれたっていうより自分で突っ込んで言ったでしょ。まんまと騙されて罠にはまって、それで抜けてこれちゃうのがキリトらしいけどさ。そのフィリアさんは本当にキリトさんを騙したんでしょうか？フィリアさん自身も騙されていたとか？それはないんじゃない？ごめんねって言葉が聞こえたんだから。事情よ、死ぬかもしれないダンジョンに人を落としておいて。これって立派な PK だよね。事情も何もあるもんですか。私もリズに賛成。キリトはしばらくフォローエリアには行かない方がいいわ。よくは知らないけど、オレンジギルドの連中もいるんでしょ？こちらも大人数で行けるならともかく、行けるのは二人だけなんだから。そうですよね。私もあんまり言ってほしくないかな。今回の話を聞いたら危なすぎるよ。パパ、おでこにシワが寄っています。ねえキリト君、キリト君はどうしたいの？パパ。行かせてもいいの？仕方ないわよ。私たちが止めてもきっとキリト君は行っちゃうし。だったらちゃんとサポートしてあげた方がキリト君の安全も確保できるでしょ。
すな。あんたには負けるわ。でも準備はしっかりすること。それと私だけとは言わないけど、できれば誰かと一緒に探索してね。向こうに詳しいフィリアさんはもういないんだから。さすが夫婦のお二人ですね。わかった、私も協力する。それで具体的にはどうするの？私ですか？でも私は敵と戦ったりは。そうですね、干渉することは難しくても見たものを判別するくらいならできます。もちろんですよ、パパ。ゆいちゃん、パパのことをお願いね。はい。はいはい。それじゃあ、とにかくご飯にしましょうか。お腹空いたでしょ、キリト君。それじゃあ、たくさんごちそう用意しましょうね。はい。パパのお話にはシステム的に説明できないことがいくつかあったのですが、はいパパ、ここは開発テスト用の秘匿エリアです。簡単に説明すると、開発中の新しい要素を実装するために様々な実験をする場所です。 SAO に登場するアイテムや武器、スキルなどは実装前に必ずテストされています。その通りです。どんな小さなものでも使われ方によっては大きな不具合を招くことがありますから。このシステムはゲーム開始時からさらに進化をしているようです。現在の過酷なプレイ状況に応じて、より調整のしやすい形へ適応したのでしょう。私はもう少しここを調べてみます。このデータなんですけど、プレイヤーの登録情報を参照して、ホローエリアのプレイヤー ID が作られています。
パパ、ホローエリアにいるプレイヤーたちの行動を見て、おかしなところはありませんでしたか？はい、ここにいる人間の大多数はプレイヤーを忠実に再現した AI です。よくは分かりませんが、プレイヤーの深層心理を探り効率よくテストすることが目的と思われます。パパは好意のテストプレイヤーとして登録されています。 AI では判別できないイレギュラーな行動、高いプレイヤースキルを要求されるテストを行うためにパパが招かれたと考えられます。このコンソールで調べる限り、テストプレイヤーのリストにはフィリアさんのお名前が登録されていません。パパの話とここにデータがないことを合わせて考えると、フィリアさんも特殊な境遇のプレイヤーのようです。お役に立てて嬉しいです、パパ。はい、いつでも呼んでください。
るチャンスだ。ソードスキルね。了解。Stop looking for Uncle Ben's killer.